スークースは1940年代にコンゴのアフリカンルンバが起源のアフリカ中で人気を得たダンス音楽のジャンルである。スークースは西アフリカではコンゴ、ケニア、ウガンダ、タンザニアではリンガラと知られリンガラ語の歌詞が歌われる。コンゴ音楽の影響下にあるザンビアとジンバブエではルンバと呼ばれる。スークースとはフランス語の単語。 シクースが派生したもので、1960年代後期に、コンゴで人気のあった、キューバのルンバのアフリカンバージョンのダンスの名前だった。セプテイトアバネーロやトリオマタモロスなどのアフリカ系、キューバ人のソングループは、レオポルドビルのラジオ局で流されたため、コンゴでは1940年代後期から1950年代にかけて、キューバ音楽は広範囲にわたる人気を持った。 アフリカ人にとって、キューバ音楽は馴染み深いものとなり、コンゴのバンドは最初は、キューバ音楽のカバーをそのままし始めたが、そのうちフランス語やリンガラ語で歌うようになった。キューバのグアヘオの旋律はギターで演奏されるようになり、この、ソンをベースにする、この新しい音楽のことを、コンゴ人は、ルンバと呼んだ。ウェンドコロソイは、ルンバの最初のスターとなり、 彼のバンドであるビクトリア・バコロミジキと共に1940年代と1950年代にヨーロッパと北アフリカをツアーで回った。1950年代にはビッグバンドの構成はアコースティックベースとマルチタイプエレクトリックギター、コンガ、マラカス、ギロ、フルートか、クラリネット、サクソフォーンとトランペットとなった。グランカレとアフリカンジャズと フランコと OK ジャズが主要バンドとなった。フランコのバンドが起こした音楽の革新の一つがミ、ミソロギタリストで、リートとリズムギターの中間をアルペジオのパターンで弾くものである。タブレーロシュロー1950年代と1960年代に、フランコやグランカレのバンドで演奏した一部のアーティストは、自分自身のグループを結成していった。 歌手のタブレーロシローとギタリストのドクトゥールニコは、今後の民族音楽とソウルミュージック、カリブ音楽やラテン音楽の楽器を組み合わせた音楽を作り、アフリカンフィエスタというグループを旗揚げした。パパ・ウェンバやサム・マングワナも参加して、アフリカ・マッケリーもビンバのようなクラシックを演奏するなどし、アフリカで最も有名なバンドの一つとなった。今後のルンバは、スークースに発展していった。 アフリカフィエスタは、結成わずか2年後である1965年に、解散したが、タブレーロシュローとドクトゥールニコが、現代のスークースの先駆者と呼べる。他には、コフィオロミデやツアラムアナ、ベンゲムジカなどもスークースの代表的なアーティストである。ルンバが、TPOK、OK、ジャズや、オルケストルベラベラなどのバンドに影響を与えている中、若いコンゴのミュージシャンは、 ロックンロールの影響を受けて、テンポが速いスークースを演奏した。歌手のパパウェンバヒキールザイコランガランガが1969年に結成し、ペペカレはアンピルバクバという名のバンドを結成し、それぞれ人気を獲得していった。スークースはアフリカ中に広がって、ハイライフやパームワイン、ターラブ、マコッサなどのアフリカのポピュラー音楽に影響を与えていった。 そして、ザイールの政治情勢が1970年代に悪化したため、一部のグループは、タンザニアやケニアへ移った。1970年代中旬には、いくつかのグループは、ケニアのナイトクラブでスークースを演奏していた。カバチャという東、中央アフリカで流行したダンスは、ザイコランガランガなどのバンドを通して大衆化されていき、ケニアのミュージシャンに影響を与えた。 そのリズムは、スネアドラムか、ハイハットを早く叩くナイロビのコンゴ音楽で、地元のバンドの多くが演奏する。ナイロビにあるスワヒリのルンババンドのいくつかは、シンバワニカなどのタンザニアのグループにも影響を受けていった。1 9七十年代後期、バージンレコードは、タンザニア人とコンゴ人が混ざるバンドのオルケストル、マカシーとケニア人バンドのオーケストラスーパーマゼンベと契約して、 それらのレコードを発売した。このアルバムには、スワヒリ語の曲、シャウルヤコが収録され、シングルは、ケニアやタンザニア、ウガンダでヒットした。で、マンゲレパは、ケニアに活動拠点を移して、東アフリカ中で人気を得た、コンゴジングループである。同じ頃、ナイロビに拠点を置く、コンゴジン歌手サンバマパンガラと、彼のバンドオルケストルビルンガは、LP。 マローコを発表し、それはヨーロッパで新しく生まれたワールドミュージックシーンの先駆けとなった。東アフリカに拠点を置くコンゴのバンドの音楽スタイルは徐々にケニアのベンガ音楽などの新しい要素を取り入れてスワヒリサウンド、コンゴサウンドと呼ばれるようになった。パパ・ウェンバスークウースは1980年代にロンドンとパリで人気を得た。何人かのコンゴ人ミュージシャンは 東アフリカからイギリス、フランスを目指して、近所差を出発した。スークースバンドの基本的な構成は3.4つのギター、ベースギター、ドラムス、ブラス、ボーカルで20人以上の場合もある。歌詞はリンガラ語、またはフランス語である。1980年代後期と1990年代、多くのスークースのスターはパリでスタジオ録音し、 シンセサイザーなどの電子楽器に頼るようになった。今後で録音を続ける一部のアーティストを除き、他は新しいファンを獲得するために、近所差から出ていった。パリに拠点を移したパパ・ウェンバとビバ・ラ・ムジカは、フランス人アーティストとセッションするようになった。パリに拠点を移したアーティストのうちカンダ・ボンゴマンは、クワッサクワッサと呼ばれる早くて短いトラックをダンスフロアで演奏したことで、彼や、 他のアーティストの音楽ビデオのダンスムービーが人気を得た。この音楽は、アフリカ人の聴衆も引きつけていった。ムビリア・ベル・ヤリゴスター、マディル・システムらのスークウススターたちは、ベテランのペペカレやコフィオロミデに従い、パリからアフリカやカリブで、ツアーや録音を行うようになった。1980年代から1990年代初期、クワッサクワッサという名のテンポが早いスークウスが、 ポピュラー音楽史上で人気があった。それは、ダンスの名前から、ドンボロとも呼ばれていて、現在も人気がある。スークースは、ズーク音楽のスタイルも取り入れている。中央及び、東部、西部アフリカで、ダンスフロアを支配する高速のスークース音楽のことを、ドンボロと呼ばれている。アビロ・ロンゴンバヤ・コフ・ヨロミデなどが、主なアーティストである。ドンボロの速い腰振りダンスは、 歪説であるとの批判を受けた。マリーやカメルーン、ケニアでは禁止しようとする動きがあった。2000年に、今後民主共和国で、国営テレビとラジオで禁止となったが、さらに人気を得るようになった。2005年2月、んどんぼろの音楽ビデオは下品すぎるとして検閲され、コフィオロミデやウェラ・ソンラのビデオクリップの放映が禁止された。ありがとうございます。